ウクライナが越境攻撃を続けるロシア西部クルスク州で、ロシア軍が北朝鮮の兵士を含む5万人の兵力を集結させたと、アメリカのニューヨークタイムズが10日報じました。ロシア軍は制圧された領土のおよそ半分を奪還していて、数日以内にウクライナ軍への大規模な攻勢が始まる可能性があるということです。また記事は、多くの北朝鮮兵士が装甲車を伴わず歩兵として戦うと指摘し、ウクライナ軍の砲撃や無人機の攻撃により甚大な損失が出るとの見方を示しました。